日本代表サッカーチームのアジアカップでの戦いは選手たちの奮闘や戦術の検証が続いたその中で注目を集めたのが監督である森保一二の采配だ彼の指揮下でチームは準々決勝で敗退しその後の動向が注目された JFA のナショナルチームダイレクターである山本昌邦氏に直撃インタビューを行い 森保監督の戦術やチームの今後について語ってもらった森保一監督の戦術と評価山本正邦氏は森保一監督の指揮の下でのチームの戦術について次のように述べた森保監督の采配がどうだったかというデータもすべてあります選手交代などについてもその前後がどうだったかなどのデータも揃っていますもちろんすべてが完璧ということはないのですが 基本はこれだけ選手の成長を継続的に行えてここまでの世界のトップレベルとの戦いの中での内容と結果を出している手腕に対して信頼が揺らぐものはありませんまた選手だけではなく周りのスタッフの能力まで最大限引っ張り出せる能力というのも表立っては見えないかもしれないのですが素晴らしいものがあります監督については全く心配していません 山本氏は森保監督の手腕を高き評価し、選手の成長や世界トップレベルとの戦いの中での成果を認めている。また、周囲のスタッフとの連携も称賛しており、信頼を寄せていることが伺える。戦術の柔軟性とチームの成長。森保監督率いる日本代表チームは、アジアカップでの戦いを通じて戦術の柔軟性やチームの成長に焦点を当てることができた。 相手が日本ボールの時にどのくらいスプリント回数が多くなって圧力をかけてきているか見えましたそういう相手にどう対処するかはフィジカルコーチやテクニカルスタッフがしっかりと分析していますあとはマッチアップのプェル空中のプェルグラウンダーボールのプェルなどの勝敗数とかも全部出ています例えばこのエリアでどれだけ空中戦で負けたか この選手は何勝何敗だったかなど分厚い資料になっていますそういうものを精査して今後の強化につなげていくことが今は大切だと思います山本氏は戦術の柔軟性や個々の選手の能力向上に焦点を当てチームの成長について言及しているまたデータ分析を通じて強化をっていく姿勢を示しており今後のチームの発展に期待を寄せている 失点数のの問題と守備の安定性アジアカップでの失点数の問題について山本氏は次のように述べた世界のこういう大会の基準のデータを見れば守備の安定が決勝に行く道というのが見えています実際優勝したカタールは7試合で5失点でした守備の安定感こそが決勝に上がっていくために必要なことだというのは 今回のの大会のデータを見てても出ていますでは日本のどこに問題があったのかというのは今後各国との対戦がありますからお見せするわけにはいかないのですが今回の大会で多くのデータが出ています失点数の多さに関しては守備の安定性の欠如が浮き彫りになった山本氏はチームの課題について具体的な分析を行い今後の改善につなげることを示唆している 山本昌邦氏の独占インタビューを通じて森保一監督率いる日本代表チームの戦術や成績チームの成長についての洞察を得ることができた彼の言葉からはチームへの信頼や今後の改善への期待が感じられ日本代表の未来に対する楽観が示された山本昌邦氏のインタビューを通じて 日本代表サッカーチームのアジアカップでの戦いや森安一監督の采配についての洞察を得ることができた。彼の言葉はチームへの信頼や成長への期待を示し、日本代表の今後に対する楽観を感じさせるものであった。